はい、どうもこんにちは。岩下スティーブンです。まず最初にタイトルにも書いてある通り、今回の動画はちょっと閲覧注意。もし今このね、動画を見ている方の中に、昆虫が苦手だという方、特に黒くてテカテカしてて素早い、例の触覚の生えてるゴキブリ。昆虫が苦手という方、もしくはモザイクオーガン手術を受けてない方、ゴキブリ、黒い例の早い昆虫のことを、師匠と呼んでるグラップラーでもない限りはこの動画を見ることはおすすめしません。というわけで今回はこれです。ジョージテラフォーマーズのフィギュア、ズバリテラフォーマーです。ちょっと見にくいね。というわけで早速開けよう。これもねプライズの商品なんですけど、まあ全然誰もやってないね。これ欲しがる人いないのかな。フィグマっていう可動フィギュアで出るくらいだから結構人気だと思ったらあんまり減ってなかったですね。単純に難しい台だったかな。よいしょっと。はい、こちらです。わ、重たい、重量感ある。はい、まず中に入ってたのはこれですね。台座、テラフォーマーズのタイトルロゴ入りの台座です。はい、そしてこれ、棍棒、はい、そしてこれです。棍棒、これでガンガンぶったたくわけですよ。はい、でこれが来た本体です。てっかたかしてんな。なんか心なしか触っててヌメヌメしてるような。棍棒はどっちかな、こっちの手かな多分。と持たせて、あとねこの間紹介したミュージアムジェルで飾ろうと思ったんですけど、なんとこれ足にこういうね接続部分があるタイプでしたよ。まあこれがあるんでまあしょうがないで台座に置くことにしました。こんな感じです。すごいしでかい。顔と比べるとまあほぼ顔、うわー、なんというかもう凄みがあるね。こりゃ需要低いでしょう。うわ、気持ち悪い。本体こんな感じです。やたらテカテカしてます。で腕にねなんか紐巻いてて、ちゃんとね触覚もあります。なんか折れそうで怖いねこれ。で後ぐるっと回って、もう背筋もやばいね、テカテカ具合で。おけつの横になんかまあこれ原作でもついてる、なんだったかなこれ、まあこれもねついてます。でもう足にかけても筋肉バッキバキ、も人間とは明らかに筋肉構造が違いますよね。棍棒はこんな感じね。もう人をぶったたくぞと言わんばかりの棍棒ですよ。目もなかなか怖いね。どこ見てんのこれ。そしてまあ後頭部、この髪なのかよくわかんない。これも気持ち悪い。腹筋ももうバッキン、腹筋なのかなこれは。もうボディービルダーがいくら頑張ってもここまでなんないぞ。シックスパックどころじゃない。はい、というわけで以上で簡単ですがね、テラフォーマーズプレミアムフィギュアテラフォーマーの紹介を終わります。いやー、これはお部屋のインテリアに一つ、どうでしょうか。それではまた。